池袋ナウ浅川津です。キビリアンです。このね、池袋ナウも今年で、まあ、11年目なんですけれど、うん、その池袋ナウをやる前にね、はい、チビリアンがちょっとアニソンバンドをやってた頃がありまして。ありました、ありました。でまあ俺もね、それちょっと手伝ったり、なんだ、録音したりしに行ってたんですけれど、はい、まあ、この度ね、その時の音源が見つかったんでその曲をかけながら、まあその時の話とか、その曲のまあ思い出話とか、まあ語っていこうかなっていう感じなんですけれど、はい、まずね、このエコダのルイードっていうところでやってたんだけど、なくなっちゃったんだよね、箱が。なくなっちゃったんですよ。いい箱だったけどね。うん。真ん中に柱がドーンとあってね。そう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 。見づれえなって思いながら見てたけど。でもすげえ音も良かったし、まあ、うん、なんていうかな、ノルマも結構、そうそう、低めでね。低めだったの。うん。いろんな、まあ、バンドが、まあ、出てたんですけど、まあ、この時のね、イベントはね、2009年4月25日ってなってて、多分、アニソンバンドの、イベントだったんだよね。うん。で、当時、まあ、チビリアンが、もう一人の女性の人と、まあ、ツインボーカルで、メンバー募集で、ドラム、ベース、ギターの人を、まあ、集めて、はい。練習やったりなんだりしてましたけれど、はい。早速、一曲目かけてみようかなっていう感じなんですけれど、はい。レイアースってアニメのね、これ、オープニングなのかな？オープニングですね。の、まあ、譲れない願いっていう曲をね、ちょっとじゃあ、かけます。はい、ということでね、レイアースの譲れない願いですけれど、はい、これチビリアンからすると結構古いアニメになるんじゃないの？いやー、小学校の時に見てたアニメですね。一応記憶はあるんだ。あるある、へー、あるある。なんかその、うん、このメンバーで歌ってた歌って基本的に懐かしアニソンだったんですよ。あ、確かに。このちょっとね、今ラインナップ見てるけれど、マクロス F のライオン以外はみんな古い曲だよね。そうそう、基本的には古いやつ。これどういうチョイスだったの？まあお互いにこの曲あの曲やりたいよねみたいな感じというよりは、うん、もうそのメンバーの年齢が近くて、90年代アニソンっていうところに、はい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 、重きを置いたんですよ。そしたら、じゃあどれだろうねってなった時に、私は、うん、まあ、セーラームーンが好きだったけど、でもなんか他のメンツ私より年上の人が多くて、まあ、レイアスとか、悠々白書とか、そうだね、スラムダンクとかね、うん、行ったんですよね。うん、で、いい曲多かったよねって話になって、じゃあどれが弾きやすいか、うん、まず合わせやすいのどれかっていう、はい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 、はい、ところからこのラインナップになった感じですかね。っていうことでね、続いてじゃあまあ聞いていただきたいのがスラムダンクのね、君が好きだと叫びたいと。はい、うんうん、いう曲で、これ有名な曲だよね。有名ですね。カラオケで歌う人が多いよね。そうそうそうこれ誰だっけ歌ってたの？ワンズとかそういうあの辺？あの辺です。バッド、バードバッドバードなんかいたよね、その辺の人ね。その辺の人、ビーング系の人かなの？ビーング系の人です。そうです。っていうことでね、ちょっとじゃあ聞いてもらいましょう。スラムダンクで君が好きだと叫びたい。土曜日の7時半枠だね。おお、あ、ちょっと言わない言わない言わない、こっから。はい、まあ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 、じゃあ聞いてください。はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、今聞いていただいたのがまあスラムダンクの君が好きだと叫びたいですけれど、これライブで歌っても盛り上がるね、お客さんとかもね。そうそう、やっぱ好きな人多いんでしょうね。まああとは単純に知ってる人が多いわな。そう、知ってる人も多いし好きな人も多いし、あともう王道な曲調というか。わかるわかる、アニソンの王道な感じはするよね。そうそうそう。青春を思い出させる感じの曲調なんですよね、多分。そもそも何、スラムダンク見てたの？私好きでした。セーラームーンの後にやってて、だからスラダンはずっと見てて、ほぼ歌えますね、スラムダンクのオープニングとエンディングは。俺の年齢だともうこの辺りからあんまもう見てないんだよね。うん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 。曲とかは知ってるんだけれどって感じ。うんうん。でまあそれで言うと次のね曲、悠々白書の微笑みの爆弾。爆弾。うん。これはね、俺も悠々白書見てたから知ってる曲だったんだけれど、うんうんうん、このまあ回を取るにあたって全曲まあ通して聞いてみたんだけど、はい、ドラムが大変な曲だなと思って。そう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 、ドラムマジで大変だったと思うこれ。これね、当時はしごさんっていうね、うんうんうん、多分俺と年齢同じぐらいだったんじゃなかったかな。はしごさん上手かったんだけどな。いや、技術ありましたね。うん。まあ、この曲をね、ちょっとま、聴いていただきますか。悠々白書で、微笑みの爆弾。はい、ということでね、聞いていただいたのが、まあ、微笑みの爆弾ですけれど、はい、だいぶ後になってからかな、この曲だったと思うんだけど、一人ぼっちどっちだろうってやつだよね。うん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 、そうです。あの歌詞の意味がよく分かんなかったんだけれど、あれってさ、都会の中にいる一人ぼっちと誰もいない一人ぼっちはどっちが孤独なのかっていう問いに、うん、そうそうそう、泣きたくなる場所は、泣きたくなるの場所はどっちって時にどっちもだっていうことなんだよね。でどっちもだにつけた自分に、俺って大人になったなっていう曲なんだよね。やっぱり大人さって言ってるから。長年の謎が解けてすげえすっきりした記憶があったんだよな。私は子供ながらにこの曲は歌詞が特殊で、うん、なんかまずめっちゃめっちゃっていう曲歌詞をつけることもびっくりしたし、ありがとうございます、ありがとうございますか、そうそうそう、あそこの、あそこの歌詞もありがとうございますの間に全部中黒ついてんですよ、うんうんうん、どういうこと？あーてんりーてんがーてん。なるほどな、確かすごい強調して歌いみたいな感じなのかな多分。で子供の中にとても印象の強かった曲で、うん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 、でまあ大人になって歌ってみるとさらに面白い感じだったんで、うんうんうん、これはセレクトしましたね。この曲もな、結構そのマニア受けっていうか好きな人はすげえ好きなんだよな。うん、あのね、うん、悠々白書は結構名曲が多い。で続いてね、これはだから当時やってたアニメだよな、マクロス F。そうですね、マクロスフロンティア。フロンティアのライオン。はい、ということでね、マクロスフロンティアのライオンを、じゃあ聞いてください。
ということでね、今聞いていただいたのがマクロセーフのまあライオンですけれど、はい、これもねちょっとテンポ早くて難しい曲だなとは思うんだけど、これは、うん、私が死ぬ曲なんですよなるほど。あのこのバンドでは基本的に私はシェリルだったんですよね、うん、ああそっか、この曲っていうかマクロスはな2人歌姫がいるっていう設定だもんな。そうで、シェリルで、うん、まあ基本的にシェリルを歌う側なんですけど、うん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 、このライオンに関してはシェリルが死ぬんですよ。難しいんだ。はい、はあ、歌うところが多い。ちょっとな、今聞いてもかっこいい曲だなと思うんだけど、うんうんうん、あのこれキーボードも大変だよね。キーボードめっちゃ大変。音すごい作ってくれて。そうそうそう。あのちょっとね、はい、名前忘れちゃったけど、すごいね職人肌のね。そう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 。キーボードの人で、ひょっとしたらあのまま音楽の道に進んだんじゃねえかなと思うんだけれど。うん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 、このラインナップの中では多分一番新しめの曲だったから。そうですね、うん、結構これもね、旬な曲だったから盛り上がったなっていう記憶があるんだよね、うん、で続いてね、仮面ライダー電王のクライマックスジャンプをじゃあ聞いてください。はい、あれ、うん、言うことなかったっけああもうダメだねこれじゃね。そうだね。でも言う、言っとこうか。じゃあ、じゃあ最後の曲歌ってもいいよね。答えは聞いてない。はい、ということで、このラインナップだとね、唯一あのアニメじゃなくて特撮、そうだね、戦隊ものの特撮ものでっていうことだけど、俺ちょっとねこれは、うん、見てないから分かんなかったんだよね。うんうんうん。チビリオは見てたの？仮面ライダー見ました、見ました。あ、見てたんだ。あの仮面ライダー電王は、うんうん、佐藤健が主役なんですけど、ほう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 、あの出てくる仮面ライダーたちが、うん、声優さんがめっちゃ好きな人多くて、私はそっちで見てました。へえ、声優さんが何、表で出てんの？その役者として表じゃなくて声です。あ、声で、声で出てんだ。声で出てるんですけど、説明するとすごいややこしいから、うん、まあ、詳細はウィキで見ていただきたいんですけどはい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 、イマジンというのが出てきまして、はあ、そのイマジンに声を当てている声優さんが結構その好きな声優さんが多かったんです。そういうつながりで、まあ、この曲をまあチョイスしたと。はい。で、あのこの曲は、うん、とにかく盛り上がる、いいじゃんいいじゃんすげえじゃんっていう掛け声があったりとか、はい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 、あとハモりやすかったっていうのもあるし、うん、で基本的にこういう時私は男側の声をやるんです。なるほどね。考えてみたら原曲が男性のパターンもあるからな。そうそう、トリプル A だからね。トリプル A だ、懐かしい。トリプル A だから、うん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 、私はだから男性陣側の
部分歌って、うん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 、でその時一緒にやってた子には、うん、女の子パートやってもらうみたいな、うんうんうん、っていうことでね、これ最後にねアンコールでまた君が好きだと叫びたいがあるんでこれじゃあ最後に流すかな、はい、アンコールっていう形で。そうですね、まあそういう感じでどう、ざっくりそのまあ振り返ってみてこの11年前の音楽活動は。当時楽しかったし、うん、あとやっぱそのこのバンドってスキル高い人多かったんですよ。そうだね。だから音を作ってきてくれた時とかは結構感動したし、すごいモチベーション高くやれてた感じですね。1年かやったかやらないかぐらいになっちゃったけれど、うん、今なあの当時のメンバー何やってんのかなってのはちょっと気にはなるわな、ね、何やってんだろう。もう10年経ってるからね。ミクシーではつながってんのかな、まだ。まあ箱もなくなっちゃったけれど、コロナでまあこういうイベントがしばらくできないだろうからな。そうですね、貴重な思い出として。今となってやな、本当に貴重な思い出だわな。あとなんかやっぱやっててよかったなとは思いますね、こういう活動を。確かに、まあこうやってな音源も残ってるわけだしな、うん、そういう意味じゃな、今回改めて11年ぶりにこれがその今のねリスナーさんに発表できてよかったなと思うんだけれど、はい、うーんっていうことでね、恥ずかしいけどな、まあ、最後にじゃあアンコールのね君が結構ねこのアンコールの部分は MC も長く撮ってあると思うんで。いやいいよ、 MC とか恥ずかしすぎるからちょっといい、もうめっちゃ盛り上がってるぞこれ。やだよっていうことでね、今回はいつもと違ってねこの曲で締めたいと思いますんで、最後にねアンコールバージョンのこのスラムダンクの君が好きだと叫びたいでお別れです。ではさよなら。さよならさよならって締めんのなかなかないですけどね音楽番組みたいじゃん。もう一回聞くなら何がいいですか、聞きたいとかありますかなんか聞きたい曲、今日やったやつでなかったら終わる、なかったら終わっちゃう。あるある、何何なんだ、リベンジから言え、届け入れて、そばの二人にかかってるわ。君だと叫びたい、叫びたいをやっていただきたいそうなんですけど、もうよろしいでしょうか。本日の本当に終わらずねえ、じゃあね、アンコールありがとうございます。
浅川ズです。サブチャンネルもやってます。浅川ズのラジオ別館、浅川ズのビデオと猫で検索してください。説明欄にリンクもありますのでよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録お願いします。